経済危機克服のための有識者会合が開催された総理大臣官邸経済危機克服のための有識者会合とは日本の内閣総理大臣が開催する会議の一つ。報道などでは針ッコをつけずに経済危機克服のための有識者会合とも表記される。2009年日本の急速な景気悪化を受け財務大臣県内閣府特命担当大臣 よさのかおるにより、有識者から経済財政政策に関する意見を聴取する会議の設置が提唱された。同年、内閣総理大臣、麻生太郎は、経済危機克服のための有識者会合の開催を決定した。2009年3月16日から3月21日、経済危機克服のための有識者会合は、総理大臣官邸にて開催された。出席者は、 経済財政諮問会議にほぼ準じており、内閣総理大臣、財務大臣兼内閣府特命担当大臣などの関係国務大臣、日本銀行総裁、さらに経済財政諮問会議の民間出身議員が会議に出席した。有識者らは分野ごと20のグループに分けられ、グループ別に意見の聴取が行われた。分野ごとの会合は、すべて内閣官房長官、河村武雄が、 司会進行を務めた。また、麻生の出現を警戒した内閣総理大臣秘書官岡本前章らは、報道各社に対し、会合中の独自映像の撮影を禁じるとともに、政府のインターネット動画配信についても、当初予定していた会合の生中継を中止させ、録画中継とした。分野ごとの会合は、最長でも1.5時間だったが、有識者は、 各会合で7から12人となったため、有識者1人当たりの発言時間は数分にとどまった。そのため、松井証券社長の松井道夫は3分というのでストップウォッチを持ってきましたと発言した。しかし、有識者全員が持ち時間を守ったわけではなく、地方自治体、地域経済会合に出席した市長らは全員が持ち時間を大幅にオーバーした。金融会合では、 内閣府特命担当大臣の与謝野香織が金融機能強化法の資本注入や日本銀行の劣後ローン制度による金融機関の資本増強を提案したが、全国銀行協会会長、水穂銀行頭取の杉山誠司や全国地方銀行協会会長、横浜銀行頭取の小川忠だらは資本の自力調達をまず最優先する考えを示した。また、 松井が株取引は悪だとする風潮の払拭を訴えたところ内閣総理大臣の麻生太郎が松井の意見に同意しつつ株屋というのは信用されていないと発言した。発言内容に驚いた内閣官房長官の河村竹雄は書類で机を叩いて音を立て麻生の注意を引いて自制を促そうとしたが麻生はそれに気づかずそのまま発言を続けた。会合後 日本証券業協会会長の安藤敏夫は日本ではまだそういう捉え方をしている方が多いのが事実だからそういう言葉を使ったのだろう。好ましいことじゃない、もちろんと苦言を呈した。松井も一般の人が持つ意識を表現したのだと思う。全く的外れとは感じないと述べている。また会合中、麻生は株式投資について株をやっていると言ったら田舎では なんとなく怪しげですよと指摘し、あの人は貯金をしている。でも、あの人は株をやっているんだってさと言ったら、今でもなんとなく眉に唾をつけてみられると発言した。後日、衆議院議員の鈴木宗男は発言を撤回する考えはないかただしたが、政府は発言の撤回を拒否する答弁書を閣議決定した。ありがとうございます。